マラキ書第三章。見よ、私は我が使者を使わす。彼は私の前に道を備える。またあなた方が求めるところの主は、たちまちその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると、万軍の主が言われる。その来る日には誰が耐え得よう。その現れる時には誰が立ち得よう。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの灰獣のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。そして私はあなた方に近づいて裁きをなし、占い者、姦淫を行う者、偽りの誓いをなす者に向かい、雇い人の賃金をかすめ、やもめとみなしごとをしえたげ、気流の他国人を押しのけ、私を恐れない者どもに向かって速やかに証を立てると万軍の主は言われる。主なる私は変わることがない。それゆえヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼされない。あなた方はその先祖の日から我が定めを離れてこれを守らなかった。私に帰れ、私はあなた方に帰ろうと万軍の主は言われる。ところがあなた方は、我々はどうして帰ろうかと尋ねる。人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。あなた方はまた、どうして我々はあなたのものを盗んでいるのかという。十分の一と捧げ物を持ってである。あなた方は呪いを持って呪われる。あなた方すべての国民は私のものを盗んでいるからである。私の宮に食物のあるように、十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いてあふれる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。私は悔い滅ぼす者をあなた方のために抑えて、あなた方の地の産物を滅ぼさないようにしよう。またあなた方のブドウの木がその熟する前にその実を旗に落とすことのないようにしようと万軍の主は言われる。こうして万国の人はあなた方を祝福されたものと唱えるであろう。あなた方は楽しい地となるからであると万軍の主は言われる。主は言われる。あなた方は言葉を激しくして私に逆らった。しかもあなた方は、我々はあなたに逆らってどんなことを言ったかという。あなた方は言った。神に仕えることはつまらない。我々がその命令を守り、かつ万軍の主の前に悲しんで歩いたからといって何の益があるか。今我々は高ぶる者を祝福された者と思う。悪を行う者は栄えるばかりでなく、神を試みても罰せられない。その時死を恐れる者は互いに語った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。そして死を恐れる者およびその名を心に留めている者のために主の前に一つの覚書が記された。万軍の主は言われる。彼らは私が手を下してことを行う日に私のものとなり、私の宝となる。また人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。その時あなた方は再び義人と悪人、神に仕える者と仕えない者との区別を知るようになる。マラキ書
第4章万軍の主は言われる。見よ、炉のように燃える日が来る。その時すべて高ぶる者と悪を行う者とは藁のようになる。その来る日は彼らを焼き尽くして根も枝も残さない。しかし我が名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒す力を備えている。あなた方は牛舎から出る子牛のように外に出て飛び跳ねる。またあなた方は悪人を踏みつけ、私がことを行う日に彼らはあなた方の足の裏の下にあって灰のようになると、万軍の主は言われる。あなた方は我がしもべモーセの律法、すなわち私がホレブでイスラエル全体のために彼に命じた定めと掟とを覚えよ。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いをもってこの国を打つことのないようにするためである。